吉田さん、古いものに価値がある。最近ね、廃墟系の YouTuber さんがまたね、増えてきて、というより私の目につくようになったんでしょうね。チャンネル登録するともっともっと増えるんですよ。で、その廃墟系の中にも一般家庭の廃屋があったり、ドライブインがあったり、ホテルがあったり、遊園地があったり、様々なんですよね。それからね、廃道って言って道とかね、廃トンネルっていうね、トンネルのもう使われなくなったものとか、あと廃村とかもありますね、で、珍しいのはその車ですよ。山奥に放置されてサビサビになった車をリサーチしてる人とかね、様々あるんですけども、なんかその古いものとかその廃墟系っていうのは、あの自然に帰って駆逐されてなくなってしまうか、人工的に撤去されてなくなるかっていうのが常なんですけども、なんか何十年も放置されるものもあるんですよね。どっちにしてもその一瞬の記録を取っておいて、それをストックしておくっていうのは、なんかその今だからこそできるのかなと。なんか物体としての保存はできないけども、映像としてね、物理的な場所を取らないですからね。そういうのは、なんか貴重な歴史的な遺産になるのかなって気がしますよね。まあなんかね、それを見て、ああ懐かしい、ここ行ったなみたいなのもあれば、あ、こんなところがあったんだなと、なんかこう、私の場合は見るだけでね、なんか当時のことをありありと思い出して、考えにふけるというか、古き良き頃とか、華やかなりし当時みたいなのを思ってね、なんかこう、思いを膨らませるところがありますよね。まあ何の役に立つかって言ったら別に役に立たないんですけども。あとなんかあれ、自動販売機ですか。昔はいろんな自動販売機あったんですよ。それこそね、あの、ファンタが3つか4つぐらいしか出ないような自動販売機、この細型の自動販売機とか、アイスクリームの自動販売機とか、当たり付きとかね。今はね、コカ・コーラとね、大道ぐらいしか見れなくなっちゃって、すごく残念だなと。それでなんかこう、の珍しいジュースとかもなくなっちゃってね、あの、売れるものばかりを特化して作るようになって、チャレンジがなくなったのかなと。廃盤になるかもしれないけども、まあ、気持ち悪いね、ジュースとか、飲み物とか、チェリーコークみたいなのが昔あったんですけどね、全然今作られなくなったりとか、あとなぜかね、大人気の蜂蜜レモンが作られなくなったんで、これ業界のなんか闇があるのかなって気もしますし、そうですね、チェリーコークね、あとはカップヌードルとかね、変なのが出なくなりましたよね。なんかもっとね、いろんな商品開発挑戦して失敗して、で、世に出なくなったものが貴重な価値を高めるみたいな流れがあると面白いのかなと思うんですけど、なんかその車も一時期みたいにいろいろ出なくなったっていうかね、なんか極めて減ったのがスポーツカーでしょ。クーペタイプとかなくなりましたよね。なんかそう振り返ってみると、ニーズっていうのは広がって、で、なんか狭まってみたいな、呼吸みたいに繰り返すのかなと思っちゃいますけど、じゃあ行ってらっしゃい。